皆さんこんにちは。今日はローリングを上達するための初心者さん向けの動画を投稿していきたいと思います。まず最初に、ローリングというのはトーチの持ち方でもいろいろと動かし方が変わってきますので、ローリングをする際の手の動かし方をまず紹介していきたいと思います。で、その次に8の字を描く時の詳しい動かし方の説明などをしていきたいと思います。で、補足で、細かくローリングをするならこの方法がやりやすいっていう方法や、荒くいくならこの方法がやりやすいっていう方法なども細かく紹介していけたらなと思います。あとは別の動画でも紹介していますが、棒が途切れにくくするためのローリング方法や、幅を均一にさせやすくするローリング方法などを紹介していきたいと思います。なので、ローリングがいまいちうまくできないという方や、これからローリングをしてみたいという方などは参考になる動画かなと思いますので、よければ最後まで視聴してみてください。それでは溶接動画の方に移りたいと思います。まずはこのようにビード幅を揃わせるために2本の線を引き、6ミリのステンレスの板を用意してますので、これを使ってローリング練習をしていきたいと思います。で、今回使用するノズルは8番のノズルです。で、まずトーチの持ち方について説明をしていきたいと思います。まずこのようにトーチを横に向けて、このようにローリングする方法が一つあります。で、この横に持つ方法でローリングする場合は、手首ではなく肘を使ってローリングをすると綺麗なローリングがしやすいです。肘を回しながらこのようにローリングをすると安定した幅が得られやすいので、肘からローリングするように練習してみてください。で、次にこちらが僕が普段ローリングするときにしている方法なんですが、トーチスイッチをタングステン側に向けて、このように母材と垂直に向けて正面持ちの状態でローリングをしていきます。で、この方法の場合は横持ちでは肘でローリングをしましたが、この方法では肘でローリングするというのが難しいので、僕は手首でローリングをするようにしています。なので、横持ちですと肘でローリング、正面持ちですと手首でローリングをするようにしてみてください。そうすることでローリングがとてもしやすくなります。で、トーチスイッチをタングステン側に向けていたのは、このように上に向けてしまうとスイッチに手が当たってしまったり、結構手がしんどいですので、僕はこのようにタングステン側に向けて人差し指でトーチスイッチを押してローリングをして、切ったりアークをつけたりっていうのを繰り返しています。なので、正面持ちする場合はこちらにトーチスイッチを向けた方が僕個人的にはやりやすいかなと思います。で、次にまず最初にローリングを練習する際は、このぐらいタングステンは短めにした方が安いと思います。なるべくタングステンを短くしてノズルを立てた方が接地面が増えますので、とても滑りにくい状態になるので、まずはタングステンを短くした状態で練習してみてください。どうしてもタングステンを長くしてトーチを傾けてしまうと接地面が浅く滑りやすくなってしまいますので、力んでしまって滑ってしまう場合は、このようにトーチをだいぶ起こした状態でローリングをしていくことをお勧めします。で、慣れてくるとこのようにタングステンは長い方がプールが先に伸びやすいので溶接がしやすいですので、慣れたらこのようにタングステンを伸ばして、あまり力みすぎないようにノズルの力で前に進むようにしてローリングをしてみてください。どうしても力みすぎてしまい、前に押し出そうとするとトーチは滑ってしまいますので、柔らかくノズルの動きで前に進行するようにしましょう。で、次に棒が途切れてしまったり安定感が出ない時の対処法で、このアーク調というのがあるのですが、この母材とタングステンの先の距離が頻繁に今のように変わってしまいますと、棒が先に溶けてしまって棒途切れの原因にもなりますし、ガスの当たりも不揃いになりますので、少し色が黒くなってしまったりします。ですので、今の動きのようにローリングをしてもアーク調が変わらないように気をつけることを意識してローリング練習をすると、棒が常に供給された状態の綺麗な溶接ができると思いますので、ローリング練習する際はこのアーク調にも注意して溶接をしてみてください。
この右から左へ切り替わったり、左から右へ切り替わるときに、だいたいアーク調が離れてしまう人が多いので、その時にも母材とタングステンの先が近くなるように意識しながらローリングをしてください。この今の映像が反対へ行くときにアーク調が離れてしまう時の悪い例です。で、アーク調を正しく整えるための詳しく解説した溶接動画はこちらの動画ですので、アーク調についてもっと詳しく学びたい方はこちらの動画も見てみてください。それと、ローリングをしてもなかなか前に進みませんという方が結構いるのですが、そういう場合はこのようにだいたい真横に転がしながらローリングしている人が多いので、必ずローリングをする際はこのように動かすようにしてください。8の字の動きというのは、タングステンの先はこの書いている線のような動きですので、この線を引いてみて、この線と同じような動きを練習してみてください。タングステンをしっかりと外に向けて斜め上に上がっていくと、自動的に8の字のような動きになりますので、普段僕がつけているような溶接ビードに簡単になります。タングステンの先がしっかりと線の上を通っているのがわかると思いますが、このような方法で練習をしてみると綺麗なローリングができると思います。細かい波のビードをつけるコツとしましては、なるべくトーチを早く動かすと自動的に細かい波になりやすいです。ですので、僕は普段使い分けるときは、細かく溶接をしたいときはなるべく早くローリングをするようにしています。それとは反対に、粗く進行したい場合はこの今の動きのようにゆっくりと動かすと粗くいきやすいです。どうしても早くローリングをしながら粗くいくと溶け込み不良になってしまいますので、ゆっくり大きくローリングをすると自然と粗いビードがつけやすくなります。で、普段僕がよく使用している2番を揃わせないローリング方法はこのような感じで、線とは違う動きで全くタングステンが外を向かない動きになっています。で、ノズルの動かし方はこの大口径ノズルを使用すると分かりやすいかなと思いますので、こちらで解説していきたいと思います。まずこのように斜めに進行したらタングステンを外に向ける、斜めに進行したらタングステンを外に向けるというのを繰り返してもらうと、8の字ビードは簡単にできますので、この動きを参考にしてみてください。極端な話、このような感じで動いていますので、この動きを真似てもらえば8の字ビードはつけれるかなと思います。なかなか前に進まないという方はこのような動きになっていますので、しっかりと斜めに上がってタングステンを外に向ける、斜めに上がってタングステンを外に向けるというのを繰り返してください。この動きを柔らかくできるようになると自然と綺麗な8の字ビードがつきますので、練習を頑張ってみてください。特に反対に転がすときにこのようにアーク調が離れてしまいやすくなりますので、ノズルの角度がずっと一定を保てるように意識してこのようにローリングをするようにしてください。反対に転がすときも浮かないようにすればアーク調は一定を保てますので気をつけてみてください。で、次に実際に火を出した状態での溶接映像を見ていきたいと思います。電流は全て120アンペアで溶接していきます。まずこちらが正しい例のアーク調が乱れないようにしながら意識してローリングをしている映像です。このような感じで斜めに上がったら軽くタングステンを外に向けるっていうのを繰り返してもらえば綺麗なローリングができると思いますので、皆さんもぜひやってみてください。タングステンはあまり外に向ける必要はないので、このぐらい軽く向けるぐらいの感じで大丈夫です。先ほどのノズルの動きと同じようなことができていれば、最後に溶接後の写真もあるのですが、それと同じビードになりますので、最後の仕上がりの映像も見てください。で、次に悪い例のアーク調が離れてしまっている場合のローリングをお見せしていきたいと思います。このように反対方向へ反転する際にどうしてもアーク調が離れてしまう人が多いのですが、このような状態になっている方はタングステンが浮かないように十分注意をしながらローリングをしてみてください。どうしてもこの浮いてしまった瞬間に棒は途切れますので、安定感を得るためにもタ
タングステンは必ず浮かないように練習をしましょう。この浮かないようにするというのは、最初のうちはかなり難しいと思いますが、練習すれば絶対できるようになると思いますので、頑張ってください。で、次に、先ほどまでの映像はタングステンを長めにしてローリングをしていたのですが、初心者さんには最初はタングステンは短めの方が絶対いいので、短めの映像も載せておきます。このような感じでタングステンは短くてもしっかりと8の字の動きはできますので、最初は今の映像のような感じでタングステンを短くして、このようにローリングをするようにしてください。短くてもしっかり外に向けているので、タングステンが長い時と同じような動きで進行することができていますので、全く同じビードがつけれて滑りにくいという状態ですので、タングステンを短めでまずは練習してください。ただ棒を入れた状態ですとタングステンは長い方が溶接しやすいと思いますので、慣れたらタングステンは必ず今よりは少し長くして溶接を練習してみてください。次にトーチを先ほどよりも早く動かして、少し細かめのビードをつけていきたいと思います。どうしても会社の施工の決まりなどで細かいビードをつけないといけないという場合もあると思いますが、細かいビードをつける際はこのように少し早めにローリングをしてもらうと細かくいきやすいので、普段より少し早めにローリングをするというのを意識してもらえば、自然とビードは細かくなりやすいかなと思います。ただ細かくいく場合はトーチの動きが速いので幅が揃いにくいので、ある程度練習は必要だと思います。最後に2番を揃わせない方法でのローリングをお見せしたいと思います。2番を揃わせない方法の場合はこのような感じで、タングステンは一切外に向けずにひたすら斜めに上がっていくように溶接をしています。このプールをよく見てもらうとわかると思いますが、プールが反対側へついてくることなく冷えていると思いますので、なのでこのローリング方法はかなりビードが光りやすいです。このように熱のかかりがとても浅いので、光ったビードをつけたい方はこの方法も結構おすすめです。これで実際の溶接映像は終わりです。で、細かめのローリング方法は先ほどの映像ではこのような動きでローリングをしていました。ゆっくりこのように細かくいってもいいのですが、どうしてもゆっくり細かくいくと入熱量がどんどん増えてビード幅が狂ってしまいますので、このように早めの動きで速いスピードで溶接をするようにしてください。反対にこのような粗いビードをこのぐらいのスピードで溶接してしまいますと、どうしても溶け込み不良になりやすいですので、粗いビードをつけたい方は今ぐらいの動きでゆっくりと進行してもらうととても粗くいきやすいです。で、今のノズルと同じように斜めに上がってタングステンを外に向けるということを繰り返せばこのようなビードがつきますので、やってみてください。で、2番を揃わせない方法でローリングするとこのようなビード外観になります。また棒を入れると少し見た目は変わるのですが、今のような動きでこのビードは溶接をしてます。で、この2番を揃わせない方法はこの線のような感じでひたすら斜めに上がって進行しています。タングステンを外にさえ向けないように気をつければ簡単にこのビードはできますので、このビードが好きな方はぜひ試してみてください。で、溶接映像の時の手の動きなんですが、このような感じで肘でローリングをしながら細かく素早いローリングをして溶接をしました。で、こちらの粗い方のビードは正面持ちで手首で大きくローリングをしながら進行しています。なのでまずはトーチを正面で持つ方がやりやすいのか、横向きで持つ方がやりやすいのかを自分に合っている方を見つけて、そちらの方法でしっかりと練習をしてください。
で、今回の溶接が全部終わったビード外観がこのような感じです。細かいビードはこんな感じになっていて、斜め上がりはこのような見た目のビードになっています。で、8の字は粗めにいくとこの上のような感じになっていて、一般的な粗さでいくとこのような感じの見た目になります。はい、これで今回のローリングの溶接動画を終わりたいと思います。ローリングは覚えておいて損はない溶接方法だと思いますので、この動画を見て少しでも役に立てば嬉しいなと思います。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。